はい、こんにちは、川村海人です。今ですね、時刻は7時過ぎなんですけども、今日はサーフショップの紹介をちょっとやっていきたいなというふうに思います。ニューボードがなんとたくさん入ってきたので、ちょっとその情報解禁じゃないですけど、まあ、ニューボードを紹介させていただきたいなというふうに思っているので、皆さんぜひショップに来たことある方も、行ったことない方もね、ぜひショップに来たような感覚でいられるように、ちょっと動画を作っていきたいと思うので、最後までぜひチェックしていただけたら嬉しいなというふうに思います。というわけで、ちょっと時間もないので今から準備してお店に向かっていきたいと思います。はい、というわけでショップの入り口にやってきました。僕のショップは基本的に2階にあるので、ここを開けてもらって上に上がっていく感じになります。で、今日はね定休日になってるんですけども、撮影してるんで、ちょっとまだオープンがしない状況です。で、基本的には開けてもらってそのまま2階に、すごい新築なんで綺麗なんで、靴脱ぐんですかって言っていただける方、丁寧な方いるんですけども、靴は脱がないでそのまま土足で入っていただいて大丈夫なので、よろしくお願いします。というわけで中行っちゃいましょう。はい、はい、というわけで今ショップの入り口の前にいるんですけども、ここから入っていくことができます。そして僕のまずスタッフ、おはようございます。ありがとうございます。サリア店長とトミーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、最近のサーフショップは。まあ、いい感じです。いい感じですね、はい、皆様のおかげで。おかげで、はい、ありがたいですよね。ありがたいです。たくさん来ていただいて、なんと、はい、南は沖縄の方から、うん、そして北は青森、北海道の方からもね、はい、お店に来ていただいて、たくさんの方がね、遠いところからも来ていただいてるので、本当にありがとうございます。スクールもね、いい感じですね。6月からスタートしておりまして、サーフィンスクール、初級者向けのスクールをやっているんですけども、6月も結構ね来ていただいて、はい、ありがとうございます。7月も随時まだ、はい、ね、まだ空きはあるので。そうですよね、募集してるんで、ぜひお願いします。お願いします。プライベートスクールもね、プライベートスクールもレッスンもやってるんですね。はい、受け付けてるんで。基本的には初級者向けで、初級者向けで、もう本当はマンツーマンで、そう、まあいろいろアドバイスとかも普通のグループより受けやすいんで。なるほど、はい、内容も濃くなってます。なるほど、まあこれからね、サーフィンシーズンなんでね、ぜひ皆さん興味ある方、サーフィンしたことない方もぜひ来ていただけて嬉しいので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、でハーレーウェットスーツなんですけども、なんと、まあハーレーだけじゃないんですけど、ウェットスーツなんと夏以降、ちょっとまだ日程わかんないんですけども、なんとウェットスーツ値上げするらしくて、まあいろんな情勢の影響などもあると思うんですけど、でハーレーのウェットスーツも値上げすることになってしまいました。でその値上げする前に、僕はオーナーフェアをやっていきたいなというふうに思ってます。なので、まあ、そちらもね、また情報アップしていくと思うので、 SNS で告知させていただくと思うので、よろしくお願いします。そして今ね、このお隣のウェットスーツ、サリアさんの、はい、スポンサーの、はい、エーサーウェットスーツも今なんとオーダーヘアもうやってるんですね。やってるですね。6月の中旬らへんから7月の初めまでやっていて、はい、まあ、特典もかなりいいんで、そうですね、前いろいろ紹介させていただいたんで、はい、まあ、ぜひインスタだったり YouTube でもねお話しされてるんで、そちらをぜひチェックしていただけると嬉しいです。かなりお得ですね。だいぶお得です。だいぶお得ちょっと早めなんですけど、夏前のオーダーフェアとしてやらせていただいてるんですけども、まあ、早めに作っていただくとくと、まあ、冬ね作る時混雑してこうウェットが間に合わないとかっていうのも解消されるんで、ぜひそちらの方もね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでお待ちかねのサーフボード紹介していきたいと思います。デッドグークスのボードがやっと入ってきましたので、ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。かなり今本数増えまして、今ラインナップ20本近くあるんですけども、まあもうかなり売れてて、ここも2巡目ぐらいしていて、まあ、残り本数もね10本前後のところでニューボード到着したんですけども、10本近く届いたのでちょっと紹介していきます。まあ、まずこれですね。これは新品ではないんですけども、かなり程度のいい状態、まあ中古になるんですけど、ちょっとへこんでるぐらいですね。傷はなくて、僕のお店ではまだ紹介したことのないモデルで、マットボールって言って、かなりハイパフォーマンスな
ボードになってます。これがウィングが入っていてチャンネルも入っている、かなりあの湘南のコナミとかでもね力を発揮するボードになってて、まあカラーも裏のティントが入ってまして、かなり綺麗なちょっとオレンジチックの色って言えばいいかなになってまして、まあ、台風スエルの時もね結構使えるんじゃないかなって思うボードになっております。これかなり掘り出し物になってるんで、1本しかないんで早いもん勝ちなんで、ぜひ気になる方はお店に来てでもいいですし、あの電話で予約していただくことも可能なんでよろしくお願いします。そしてですね、ここにある2本ソルティショートっていうんですけども、このソルティショートもすごく人気で、前あったんですけどももう売れてしまったんですけど、また入ってきまして、こちら6-2になってるんですけども、5-10と6-2のサイズであの入ってきました。でこれの売りはソルティっていうちょっと長めのミッドレングスでも使えるボード、僕もあの YouTube でもアップさせてもらったんですけども、それの短いバージョンの板で、ピンボックスはそのまんまサイドもありまして、センターにボックスが入っていて、ここの部分はほんとちょっとロングっぽい感じにはなってるんですけども、パフォーマンスとしてはかなり鵠沼の海から千葉の海までね、どこの海でもすごい万能に動かせるようなボードで、形もちょっと丸い感じに見えるんですけども、すごくアウトライン綺麗で、ロングからねちょっと短めの板にしたいなっていう方などにはかなりおすすめのボードになっています。僕もこのボードまだ試したことないんですけども、ソルティがすごく動かせるボードになってるんで、まあ、このソルティショート好きな方めちゃくちゃ好きなんで、ぜひこれも狙ってる方はお店にチェックしに来てください。はい、では次はサリアさんに、サリア店長にちょっとボード1本おすすめの板あるんで紹介してもらいたいと思います。じゃん、はい、はい、お願いします。これはZクックスの、はい、モデルサイコキャンディーですね。サイコキャンディー、はい、長さは5-8、はい、5-8、はい、いいですね。表がちょっとブルー、クルス、水色のちょっと濃い版みたいな。そうですね、色はすごい鮮やかでめちゃくちゃいいんで、片面ティントなんだよね。そうですね、でもね、裏面はないんですけど片面で、ちょっと裏見してください。はい、裏こちらです。はい、いいですね。あ、しかもあれですね、ボトムの、そうなんです、あのテールエリア、チャンネル入ってますね。チャンネルが入ってます。今流行りのチャンネルは普通の、はい、例えば入ってないのもあるじゃないですか、はい、それに比べたら違いとかってなんかある、まあ、簡単に言ったら、うん、まあ、スピードがかなりやっぱ、うん、チャンネル入ってる方が出やすくて、うん、なるほど、まあ、テール側に入ってるんでチャンネルって、うんうんうん、テールの方を踏むんだりすると、はい、チャンネルがより一層加速につながって、うん、まあ、動かしやすさも増えるんで、なるほど、はい、じゃあよりこうフィッシュになってることによって、はい、よりこうパワーのない波とかもね、そうですね、小波とかはやっぱサイコキャンディー定評あるからね、はい、かなりいいと思います。サイコキャンディーは小波もいいけどサイズあっても乗れるよね。そうっす、サイコキャンディーって結構あのリッチーズのモデルとちょっと似てるんですけど、うんうん、まあ全然似てるからやっぱハイパフォーマンスの動きも全然できるんで、うん、なるほど、はい、小波でもいけるし、うん、まあ、ハイパフォーマンスないいアクションもできるっていう、なるほどなるほど、モデルですね。じゃあまあ鵠沼にはぴったりの、そうっすね、要はまあそうなんだ、湘南エリアにはまあ最高、千葉でも全然そうだよね、ました、はい、そうだよね、わかりました、ありがとうございます。感じです。はい、このモデルちょっと皆さんまだ今日紹介してないんで紹介しちゃいたいと思います。ついにこのヘルキャットが入ってきました。大人気モデルですね。これクリアなんですけども、クリアだと値段も少しティントが入ってない分お安く提供できるんで、これかなりおすすめです。1本だけヘルキャット大人気で、僕のとこストックが入ってきたのほとんどはけてしまってない状態なんですけど、もうクリアなんとかしてゲットすることができたんで、これ気になる方ぜひお店でゲットしてみてください。サイズが5-9になっていまして、幅が19.8/5、厚みが2.16/7ですね。ヘルキャットはテールエリアがフィンテールになってます。でフィンがツインフィン用ですね。でよくツインピンと言われてて、あの僕の YouTube でもねかなり紹介させてもらってるんですけども、本当にコナミからサイズのある頭前後までもね軽快に乗れますし、やはりピンテールになってることによってサイズあってもホールドしますし、逆にね波がちっちゃくてももうスイスイ滑っていけるような代物になっておりますんで、これ超おすすめです。クリア唯一入ってきて、ヘルキャット次入ってくるの多分秋冬より
の秋になってしまうと思うんで、ヘルキャット狙ってる方、そして59で乗れるなと思う方はぜひおすすめなんで、お店に来てゲットしてください。そしてです、皆さん待望のモデル入ってきました。これなんとエーゲです。エーゲバミヤシ、バミヤシ入ってきました。こちら68なんですけど、ちょっと長めのボードで、色もね、ティント、ブラックを入れてもらっているんですけども、やっと入ってきました。僕が普段乗ってるのが66のサイズなんですけども、まあ、68の方がよりね、テイクオフも早いので、パドルいつもしんどいなって思う方などはこの長さかなり万能になると思うんで、でプラステールエリア、ボックスがあるので、まあ、センターフィンちょっと大きめのつけてもらって、サイドはね FCS2 になってるんですけども、うまくあのミディアムサイズぐらいをつけていただくと、よりね湘南の小波などでもねパフォーマンス発揮しますし、まあ、ダラダラの腰腹ぐらいの千葉などのブレイクなどでも本領を発揮するの で、エーゲも本当に次秋ぐらいにならないと入ってこなくて、今なんとこのグリーンとちょっと薄いグリーン、まあ、抹茶色って言えばいいですかね、とこのブラックが入ってきまして、67と68のサイズですねが入ってきているので、狙っている方はぜひ早めに。エーゲすごく大人気で、まあ、お店にもあまりないので、気になる方はぜひお店に来てください。はい、シャープアイもちょっと1本ずっと取りに行けなくて眠らせていたボードがあったので、そちらを紹介していきたいと思います。やっぱりね、あのハイパフォーマンスなボード気になっている方も多いと思うんで、その中でも推しを紹介したいと思います。こちら HT2.5 といって、こちらも裏にねチャンネルが入ってるんですけども、このチャンネルが入っているシャープアイのモデルなんですけども、こちらがね、僕もこれ前作らせてもらって、試合でも試打下の試合で3位入賞したモデルになってるんですけども、このモデルの売りはですね、とにかく小波での反応スピードが速いで、特にこのチャンネルが入ってることによって、先ほどあのサリア店長もね言ってたと思うんですけど、チャンネルはね後ろにしっかり重心を乗せることによってより加速にもつながるので、まあ本当何もないパワーのない平べったい波に乗った時とかも、こうチャンネルのパワーによってこう加速させたりとかもできたりするので、そういった部分でかなりおすすめのモデルになっています。シャープアイは本当に CT の有名な選手がたくさん乗っていまして、まあ、カノア・イガラシさんから、まあ、フィリペ・トレード、最近はねジャック・ロビンソンもライダーになったそうで、まあ、今ランキング、これ撮影してる時点でランキング2位の選手なんですけども、彼も本当サーフボードに乗って、本当一気にサーフボードを変えたことによってサーフィンが一気に変わって、どん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 成長しているので、本当にねいいボードをねゲットしてサーフィンすることによって、どんどんサーフィンチェンジしていくことにもつながっていくので、その辺皆さん気になる方はねぜひ。シャープアイもオーダー、カスタムオーダーできますので、サイズわからないっていう方は一緒にオーダー表書いて考えて、サイズ考えて提供させていただくので、そちらの方もぜひ気になる方はね電話での予約などもできますので、ぜひ随時お待ちしているのでよろしくお願いします。はい、でまたまたちょっとサリアさんにちょっと紹介してもらいたい板があるので、はい、そちらの方お願いします。はい、これはリッチーズのデッドクラックスのリッチーズの RCRT というモデルで、はい、まあ、要はあれですね、リッチーズシリーズの進化バージョン、うん、簡単に言ったら、ツインがスラスターになって FCS2 で、うん、リッチーズの TF と比べてってことですね。そうですね、はい、で FCS2 になって、まあ、テールもラウンドテールです、ね、はい、ラウンドテール、はい、最近いいですよね。めっちゃいいっすね。流行ってる、はい、めちゃくちゃ好きで、好みからまあでかい波まで幅広く使えるんで、うんうん、めちゃめちゃいいアイテムだと思います。これ長さは、それ長さは 5-6 です、ね、ちょっと短めなんですけど、うんうん、全然デッドクロックスって短くても、うん、滑り出しとかテイクオフとかめちゃくちゃいいんで、うんうんうん、逆にこんぐらいがおすすめだと思います僕は。なるほど、はい、5-8 もちなみにストックここにあるので、はい、これもありです。ちょっと全然ありだと思います、うん、こっちの方がちょっと厚みがあるんで、逆にちょっと薄くて動かしたいボード、動かしたいサイズに乗りたいって方はこっちの方がいいかも。そうですね、リッチーズの TF よりもよりこう安定して乗れるよね。そうですね、安定系ですね、かなり。そうだよね、よりスラスターこのアウトラインがもう安定を、うん、なんかもう
ノーズエリアもね、こうパドルアシストじゃないけどあれになってんだよね。そうですね、イーグルノーズになってるから、イーグルノーズになってるし厚みもあるんで、うん、めちゃくちゃいいと思います、この滑り出しとか、うんうんうん、初速とか。なるほど、はい、そこが売りっすね。めちゃくちゃ売りです。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、でちょっと最後にですね、僕の親父のアクエリアスサーボードのちょっと紹介もさせていただきます。もうすでにね、予約してオーダー入れていただいてる方もいるんですけども、鵠沼の海ではね、本当に僕もちっちゃい頃から乗っていて、すごく調子のいいボードを作っていただいてたんですけども、お店でもねついにオーダーで頼むことができます。もちろんロングボードも今これ長さ66の長さで、両面ティントで作ってもらっているミッドレングスのサイズなんですけども、これまだ海でテストしてないんで、今後海でも兄弟セッションになるかもしれないですし、うまく試していこうと思うんですけども、ロングボードオーダーできるんですかっていう見ていただいている方からの要望などもあるんですけど、ロングボードもオーダーすることもちろん可能ですし、今すごい皆さんオーダーする方増えていて、結構順番待ちになってしまうんですけども、タイミングよくフォームなどが入ってくると早めにシェイプもしていただけるので、海外のブランドはやっぱり納期が5ヶ月6ヶ月とかかってしまうんですけども、日本でやっていただく場合だともっと早く2ヶ月前後でできてくる場合もあるんで、ぜひ僕の親父のボードをオーダーしてみるのもありだと思うんで、よろしくお願いします。特に湘南のようなね、小波、サイズがある時もそうなんですけど、うちの親父も本当鵠沼ひたすら海入ってるんで、もう波を知り尽くしてるんで、その波に合ったボードを皆さん提供してくれるので、かなりおすすめとなってるんで、皆さん興味ある方はぜひオーダーしにお店に来ていただいてはいかがでしょうか。はい、トミさんお待たせしました待っていただいてこっちのね、新しい商品などもあるんで、はい、トミさんに紹介していただきたいと思います。ぜひお願いします。お願いします、はい、一応こちらが新しく入ってきたヘンプソックスになります、はい、これ超おすすめですね。おすすめですね、はい、ヘンプとコットンで作ってあるんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ手触りも良くて、うんうんうん、で抗菌作用とか、はい、あと冬は暖かくて、なるほど、夏は涼しくみたいな感じで履けると思います。トミーも履いたよね、はい、僕履きましたね、結構履き心地良くて、うんうん、まあ今日履いてないんですけど残念そう、すごい履き心地良くて、うん、結構スタッフの人たちみんなはいいねっていう話めちゃめちゃしてて、うん、そうだよね、それで即決で、そうですね、入れたもんね、はい、やっぱプレゼントとかにもめちゃめちゃ適してると思うんで、いいね、女性の方に ね、そうですね、男性の方もプレゼントとかね、はい、逆パターンもありですし、ありですね、女性の一応サイズが23から5と、うんうん、男性の方が25から7あるんで、なるほど、まあ合う足の方はぜひプレゼントとかにも喜ばれるんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあもう一個いいですか、はい、紹介してもらっても、わー、デデンデデン、デッドクークスの 8.5 ですね、はい、8.5 のサイズ2種類、はい、来ましたね、カラー色違いなんですけど、はい、これはオレンジ、オレンジかな、うんうんうん、とクリアかな、クリア、スモークっぽいですね、スモーク風クリア、うん、そう、こちらが今入ってきてて、これもまあ数に限りあるのかな、そうですね、3点ずつしか入ってきてないんで、うん、はい、特にソルティであったりエーゲなどね、ソルティショートにも使えるようになってるんで、そのセッティングで使うとかなり調子いいんで、はい、皆さんぜひこれは気になる方はね、そうです、お店でねちゃんと見て、まあ、触っていただいてもいいですし、まあ、多分やっぱ一番いいのはねお店で見てね、これ手でこう触って触ったり色だったりデザインだったりとか見てもらうのが一番いいと思うんで、でプラスあれですよ、トミさん、はい、そうですね、そうですね、忘れいや忘れてない忘れてない、ちょっと見本をこっちに買ってもらってるんですけど、そのシングルフィンってめちゃめちゃ取り外しがきっと、そうですね、やだ手間だと思うんですけど、はい、なんとこれガチャロック、ガチャロックさん、カイサさん推薦のガチャロックです、はい、僕も結構驚いてるんですけど、その後ろにちょっと見本あるっすね、はい、ガチャロック、これかなりちっちゃいですけど効果抜群だよ、効果抜群効果抜群、結構ネジ入れて中で合わせてこう回してセットするんですけど、それがなんと一手間でカチャンとできるんですよね、できます、取る時ももうカチャンと取って、もう車の出し入れとか家の入れる時とかもすぐ外れてめちゃめちゃ便利なので、なんかぜひ体感してほしいです、これはゲットして、そうですね、これかなりいいんで皆さんもぜひ
ゲットしてみてください。あ、外にやってきまして、ルイ君、はい、おはようございます。おはようございます。なんとルイ君に先ほどね、動画を基本的には撮ってもらっていました、はい。ルイ君もね、あのサーフィンスクール結構手伝ってもらってて、そうですね、週末とか結構ちょくちょくやらせてもらってるんで、ありがたいです、はい。なんとプライベートスクールもねできるので、ルイ君にサーフィンレッスンしてほしいっていう方もできますので、はい、ぜひやっていただけると嬉しいです、はい。ルイ君すごくサーフィンうまいんで、 YouTube でもねいろいろ解説もしてくれてて、はい、僕もめちゃくちゃ助かってるんで、なんか初心者の方にあれば、そうですね、まあとりあえず夏、まあ、これから始まるんで、ほんとサーフィンのシーズンが来るんで、もうぜひサーフィンしてちょっと夏を、いつもと違う夏を楽しんでいただければと思います。素晴らしいコメントありがとうございます。お願いします。はい、はい、というわけで皆さんどうだったでしょうか。今回はサーフショップの商品について紹介をさせていただきました。サーフボード、デッドクークスの大人気のボードもねかなり入荷してきて、で今実はデッドクークスのシェーパーの肩の手術をするためにこれからね療養に入るそうなので、また納期などもね遅れてしまう可能性もあるので、年内何本かまた何回かに分けて入ってくるんですけども、それ以降はまた時間がかかってしまうかもしれないので、また価値がというか貴重になっていきますので、ぜひ今在庫があるものを狙っている方は早めにゲットしていただけるといいと思うのでよろしくお願いします。物自体はねすごく調子いいので、僕も基本的にはストックのボードから選んで乗ることもありますんで、誰でも楽しめるマジックボード出会えると思うんで、その辺皆さんよろしくお願いします。というわけでまたショップの情報なども随時アップしていくと思うので、ぜひインスタグラムなどもフォローしていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。というわけで見ていただきありがとうございました。さあ、このボードのラインナップ、多分これが上がる頃にはもうなくなっているかもしれませんが、すごいラインナップっすね、トミさん。あーすごいやっとやっぱ入ってくると色がね入ってるから、はい、映えますね。めちゃくちゃ映えるね。かなり人気だもんね、はい、売れる時1日2本ぐらい出ちゃう時もあるね。なくなるのが寂しいっす。寂しいよねちょっとスカスカになってくるとどうしようって、なんかこう、ね、まあありがたいことなんだけどね、はい、不安になったりもするっすけど、このフィンもね、タイラーウォーレンのフィンめちゃくちゃ人気で、もう品薄になってきてるんで、ぜひ皆さんゲットしてください。というわけで引き続きサーフショップよろしくお願いします。ありがとうございました。